あともう1本ぐらいどっかドサッサで曲げるとかって言って。それではね、定刻となりましたので、こちらの場所をお借りいたしまして、街頭宣伝活動、させていただきたいと思います。私たちはですね、助け合い労働組合、並びに労乳新聞社、反日勢力を許さない福島県民有志一同幸運義塾によります街頭遊説隊であります。本日ですね、街頭宣伝させていただくに先立ちまして、今現在のね、皆さんご承知の通り、このコロナウイルス、もとい武漢ウイルス、武漢肺炎蔓延の中、医療従事者の方々、医療関係者の方々に、深く御礼を申し上げます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、本日私たちがですね、この駅間をお借りして皆様にお伝えしたいのは、日頃ね、我々の運動といいますと、反日勢力を許さないとか、いわゆる左翼暴力集団を日本から叩き出すんだ、でこのようなね、勇ましいテーマで皆様方にお伝えさせていただいておりますけれども、本日ね、皆様方に我々がお話しさせていただきたいのは、少々、趣旨をね、変えまして、いわゆる我が福島市における自然環境破壊を許さない、ね、我々一般市民皆様の声でね、自然環境を守りましょう、これを皆様方にお訴えさせていただきたいと、ね、思っております。ところでですね、今この駅頭付近、ご通行中の方の中で、エコ、ね、よく今ね、ニュース、マスコミなんか見ててもね、新聞雑誌なんか見ててもね、広告なんかを見ましても、エコという言葉がね、非常にこう氾濫しております。皆さん、このエコという言葉に、一体ね、どのような意味があるか、どのようなね、イメージをお持ちでしょうか。エコなんていうとね、やはりこう経済的ですとか、主婦の方なんかでしたらね、お財布に優しいとか、そういった印象をお持ちになるかと思います。ところがね、このエコという言葉、これは実はいわゆる循環というのを意味しているわけですね。循環ね、今よくね、エコなんて言われてるけれども、ね、もしかしたら、中にはね、日常会話の中にいわゆるこのエコという言葉をね、散りばめれば、もしかしたらね、意識高い系じゃないかななんてね、ちょっとこう勘違いされる方も中にはね、いらっしゃるかもしれませんけれども、前どうぞ、前どうぞ、我々はね、福島市民に優しい、通行人に優しい街頭宣伝活動を心がけております。もしね、本日、僕もね、マイク握りたいようですとか、私もね、マイク握りたいようなんて方がいらっしゃったら、ぜひね、こちらに来て遠慮なくマイク握っていただいて構いませんよ。少々話の方を脱線してしまいましたが、いわゆるこのエコというものをね、今日皆さんと共に少々考えていきたいと、そのように思っております。いわゆるこのエコ、先ほど申し上げた通り、いわゆるこの循環、よく循環型社会とかね、言われておりますけれども、この循環を意味しております。そこで一つね、我々が皆様方にお訴えして考えていただきたいのは、実は今この福島市においてこの循環が断たれようとしております。それは一体どのようなことかと申しますと、先ほど本日の、テーマであるこの自然破壊を許さない、環境を守ろう、これに、真っ向から、逆行するかのような、今現在福島市内において、皆さんもご存知の通り、福島市の、シンボルでもある
東子夫人、ここがですね、いわゆる特定の業者、特定の外国勢力の息のかかった企業により乱開発が進んでおります。そしてこの乱開発、一体何をねやろうとしているのか。でそれはですね、いわゆるソーラーパネル、いわゆるメガソーラーをですね建設しようとしている。でもしかしたらこの越冬付近ご通行中の方の中にも西の方角向いた時に、まあ当然東子夫人がね、まあ、天気のいい日、まあ今日なんかですとね、ちょうどね東子夫人なんか見えるかもしれませんけれども、よくよく見てみるとこの東子夫人の一部分、茶色く影山になっている部分があるんですよ。これどういうことか分かります？皆さん、本来、樹木が、生い茂っていたこの東子夫人、この一部分をですねバッサバッサと樹木を、切り倒して、そしてそこにいわゆるメガソーラーを建設しようとしている。であろうことか、特定の外国勢力の息のかかった企業、これが福島市内において、東子夫人においていわゆる自然破壊、環境破壊、そして福島の乱開発を進めていく。でこれが現実なんです。我々はこのような乱開発、自然破壊を決して許すことはできないと。そして日夜声を上げ運動を展開しているわけであります。福島市民の皆様の中でもね、やはりこの、先ほど申し上げたいわゆるエコ、エコという、言葉を、日常会話の中に散りばめれば、ちょっとねあれ私意識高い系かしらなんてね、ちょっとこう勘違いされる方、もしかしたらいらっしゃるかも知れないですけれども、でもね、今一つ、考えていただきたい。そして、先ほども私も申し上げましたけれども、この循環が今断たれようとしている。それはなぜか、今先ほど説明させていただいたメガソーラーの建設、本来自然というものはですね、樹木が生い茂り、草木が生い茂り、そして葉っぱが光合成をして二酸化炭素を吸収して酸素を吐き出す。でこの酸素を吸っているのが我々人間であり動物であり、そしてこの、樹木もしくは草木、これをね食べる動物がいて、これを主食にしている動物がいて、そしてまたさらにこの動物を主食としている動物がいる、これが循環なんです。全てはね、先ほど申し上げた太陽の光、これで樹木が光合成をして酸素を生み出す。全ての始まりは太陽の光なんですね。そしてこれをいかに我々人類が、快適に暮らせるように、そして便利な生活を送れるように、本来であればね、そういう使い方、循環、これを意識した使い方しなければならない。ところが今福島市内で問題になっているのが、先ほど申し上げたこの循環、これが断たれている。この循環が断たれているということは、つまりは自然を、樹木を伐採して、そこにソーラーを、ソーラーパネル、メガソーラーを建設する。当然このメガソーラーは確かに電力は、発生するかもしれませんよ。だけどその電力はじゃあ果たしてどうなるか、我々人間が浪費するだけです。つまり本来自然環境の中で循環していたものが、メガソーラーの建設、ソーラーパネルの建設をすることによって、そこで循環が断たれてしまうんです。そしてね、マスコミはあまり報道しないかもしれませんけれども、
いわゆるこうネットなんかを見てましてもね、今までありとあらゆる、ね、地方でこのメガソーラー建設によってさまざまな弊害が生まれております。そりゃそうでしょうよ、ね、自然の樹木を伐採して、ね、そして草木を伐採する、当然山は剥げ上がります。まあ、中にはねちょっとね剥げ上がってる方いらっしゃるかもね知れませんけれども、これはあなた方をね別に侮辱してるわけじゃないですよ。これヘイトじゃないですよ、ね、まあそれ冗談はねさておいて、ね、当然樹木を伐採すれば山は剥げ上がる、ね、そうするとその山は、ね、保水能力を失う。そうするとどうなるか、当然地滑りを起こす、ちょっとした地震でも崖崩れを起こす。それによってね、じゃあ、ね、例えば河川が氾濫したり、さまざまな弊害が生まれるわけです。それによって、ね、我々人間が当然復旧作業をし、ね、それどこからお金出るんですか、ね、まあ、で今ね、長々と話しましたけれども、あともう一点、このソーラーパネル、今はいいかもしれませんよ、今は確かにね。だけれども20年後30年後、いずれこれ産業廃棄物になるんですよ。産業廃棄物、そこで皆さん、ね、考えていただきたいのは、当然このソーラーパネルの中には、ね、有毒物質が含まれていたり、まあ、もしくはね解体するにしてもさまざまな問題あります。そして今現在このソーラーパネルを解体したとしても適切な、ね、処分、この方法が確立されておりません。今はいいかもしれませんよ、だけれども20年後30年後、この大量に廃棄されたソーラーパネル、これ一体どうなるんでしょうか、ね、今目先だけの利便性を追求するんじゃなくて、ね、今を生きる子どもたち、そして未来の子どもたちのために、まさにね今を生きる我々大人がこの福島の自然を、素晴らしい自然を、未来永劫を残していかなければならないわけです。そのためにもね、何回でも我々は訴えます。今を生きる子どもたちのため、未来の子どもたちのために、美しい自然を残すために、我々今を生きる大人たちが声を上げ、今現在福島の吾妻小淵で行われている乱開発メガソーラーの建設に我々は真っ向から反対を表明するものであります。ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、他にもね、あのいろいろと、ね、あのお話ししたいことはありますけれども、ね、ちょっと限られた時間ですのでね、それでは、まあ、次のベンチ変わりたいと思います。